女の話をしよう。どうせ食べるのなら丸ごとがいいと女は思った。支配者にして処刑人、調理人にして毒味役、美食を重ねること数百人、堪能、溺愛、泥酔、絶頂、不死だらな食事のつけは頭に生えた異形の角。だがまあ、そう珍しいことでもない。美しい少女を貪るのは、人間どもの本能だ。
の心の中、このような不協和音が鳴り響いてるはずがない。
私の体にたかるむしろもただ生きているだけのクレーマーたち。美しくあれとむしろもは言ったわ。ならお望み通り私の肥料になればいい。
私の肌を温めるだけでいい。完全に竜に変わって、この体にたかる虫が何倍に増えようとも。私は美しくあり続ける。多くの虫の命、狂気を保ち続ける。やっぱり間に合ったのね。私、状況判断は的確なの。あなたたちなら、私がこの体を乗っ取る前にたどり着くと分かっていたわ。あなたはなぜ私の邪魔をするの？冷静に考えてみたら、私たちって戦う理由がないじゃない。
呆れたわ。口だけかと思っていたけど、本気でそんな理由で戦っていたなんて。いい？聖杯も人類も、私の知ったことじゃない。地球の未来なんてどうでもいい。文明なんて滅びても構わないし、大事なのは一つだけ。私だけが永久に、誰よりも美しい女であること。これこそが絶対の法であり真実よ。わかる。私さえ美しければ、人類は終わってもいいの。あなたは人類を救うと言うけど、その必要はナッシング。ええ。むしろ私を救いなさい。それが人類を救うことになるわ。私の美しさと地球の重さは等価値なの。呆れたのはこちらだ。万雷の喝采こそ己を映す鏡。観客なくして成り立つ舞台があるものか。分かっているのか。貴様は今、貴様が抱いたアイドルの在り方を汚したのだ。何よ、観客なんてただ騒いでいるだけの豚じゃない。いくらでも代わりは聞くわ。聞かない。だから貴様は一人なのだ。貴公がなぜそこまで思い詰めるに至ったかを余は知らぬ。友として、あえて心を鬼にしよう。誰も教える者がいなかったのなら、世が教えねばならん。槍を構えよ、竜の娘。貴様の狂心は、この剣が切り払う。このサーバントが生きがっているのは分かったわ。けれど、あなたはどうなの？
やっぱり私は邪悪？相入れない価値観なのかしら。結局私が私である限りあなたとは分かり合えないのよ。見どころがあると思ったけど、所詮はあなたも豚の一人。いいわ。なら豚のように死になさい。その血を私に浴びせる程度しか役に立たない奴隷なんだから。好きなだけ泣かせてあげる。これが私の正真正銘、最後で本気のステージよ。アンコール決めていくわ。正真正銘、これがあなたとのラストナンバーよ。全てを出し切り、私の本気を見せてあげる。それはこちらのセリフだ、エリザベート。舞台の星にふさわしいのはどちらか、決着をつけよう。やろう。天幕よ、落ちよ。ノーサイクス。
くよ、落ちよ、ノーサイクス。ああ喧嘩と散れ、ノーサイクス。期待に応えよう。天幕よ、落ちよ、ノーサイクス。ああ開け、極小の幕を開けよ。奏者よ、他の誰でもないそなたの言葉でこの娘の夢を払ってやってくれ。この娘は少し少女でありすぎた。ピンポンパン。